ノゼリア新鉱山の奥には潮の岩、岩塩が眠っていた。ノゼリアを揺るがす事実を手に入れたウォルホート家は、岩塩の扱いを話し合うためにホワイトホルム城へと戻った。さあ17話でございます。引き続きゲームへの理解深めていきましょう。図らずも我々は岩塩を手に入れた。だが、これをどう扱うべきなのだろうか。岩塩は今のノゼリアを変える力を持っています。うまく使えば望み通りの未来を作ることもできるでしょう。同時に厄介な火種でもあります。これを握った我らは他国が放っておくはずがない。特にハイサンドが知れば目の色を変えて迫ってくるでしょうね。はい、女神教の教義を守るためあらゆる手を使ってくると思います。エスフロストだってこのまま引き下がるとは思えません。これほどの秘密を隠し通すことは不可能よ。近いうちに漏れると思っておいた方がいい。守るにせよ生かすにせよ早急に手を打たないと。ロラン様、いかがされました？これはグリンブルクだけの問題ではない。ノゼリアの未来を決める分かれ道だ。決断を急ぐべきなのは分かっているが、考える時間をくれ。慎重になるお気持ちは分かります。しかし後手に回れば全てを失いかねませんぞ。分かっている。だがこれはあまりにも重大な決断だ。ベネディクト、私も迷っている。皆の意見をよく聞いて決断したい。承知しました。しばし時間を取りましょう。セレノア、一つ聞かせてほしい。お前は俺と共に進んでくれるか。ロラン王、私はハイサンドの七星人である前にグリンブルクに仕えるウォルホート家の当主、そしてあなたの友です。そうか。セレノアたちはウォルホート城で待機を。ハイサンドに動きがあればすぐに知らせてくれ。はい、ではまた後ほど。さあ、ここで一つ相話が入っております。マクスウェル様、まさか生きておられたとは。とにかくよくそこ無事でいてくださいました。ヒューエットこそこれまでよくやってくれました。私がいない間、ロラン様にとってあなたは何よりの支えになったことでしょう。そんな、私などマクスウェル様に比べればまだまだです。それにしてもマクスウェル様の素顔をようやく拝見できました。ぶしつけながらお尋ねしたいのですが、これまでは何故仮面をつけていらしたのですか？仮面をつけていた理由ですか？これは誰にも話したことはないのですが、かつて私はグリンブルク王家の剣術指南役でした。もちろん当時は素顔のままです。剣術？グリンブルクの創世と呼ばれたあなたが？はい、私は腕を買われてグリンブルク貴族による美術品密売の調査を命じられたのです。若かった私はそんな任務などたやすいと思っていた。しかし結果は苦いものとなりました。取引の現場を抑えて貴族たちを捕らえたものの、何人かは取り逃がしてしまったのです。そして逃げ延びた貴族は恨みを募らせ、将来を約束し合った
私の恋人を殺しました。そんな。後にその貴族は捕らえましたが、失われた命が戻るはずもない。あの時一人も逃がさなければ。マクスウェル様、どうかそのようにご自分を責めないでください。 いえ、全ては私のうぬぼれと未熟さが招いたことです。二度と大切な人を巻き込みたくない、そう考えた私はそれまでの自分を捨てようと決めました。だから剣術指南役をやめて素性を仮面で隠し、武器も槍に持ち替えたのです。別人として再びグリンブルク最強の創世にまで上り詰めたというわけですか。お許しください、マクスウェル様。興味本位に聞いてはならぬことを聞いてしまいました。私が話したかったのですよ、ヒューエットなら分かってくれる気がしましてね。しかし死の淵から戻り、苦難の道を諦めずに進むウォルホート家を知って思い違いに気づいたのです。本当に必要なのは過去と素顔を仮面で隠すことなどではなく、二度と大切な人を失いはしない、絶対に自分の力で守り抜く、そういう己が弱さと向き合い超える覚悟だったのだと。お覚悟よくわかりました。あなたは以前よりずっと強くなって戻られたのですね。覚悟は決めました。もう仮面は必要ありません。さあ、メインストーリー追っていきます。グリンブルクのミロから報告が届きました。ノゼリア新鉱山に潮の岩岩塩が眠っていたそうです。なんですと。まさか塩湖以外で潮が見つかるとは。グスタドルフが強気だった理由も分かりましたが。落ち着いている場合ではない。潮は我ら女神の教えに従う者だけに与えられた加護のはず。岩塩などというものが存在してはハイサンドは力を失ってしまいますぞ。岩塩も塩です。我らが抑えれば何も問題はない。それは確かだ。だがどうやって。エグスアム殿、教皇のご意志です。兵を挙げてノゼリア新鉱山を占拠なさい。グリンブルク王国に攻め込めと仰せか。ロラン王が黙っていないでしょう。もちろんウォルホート家。セレノア殿はハイサンドの七聖人、当然教皇の命令に従うべきです。女神の教えに従うか、ロラン王に着くか。新鉱山に進む途上でウォルホート城を囲み、立場を明らかにさせなさい。抵抗した場合は。もちろん女神に背く者にふさわしい末。クラルス殿、例の噂を聞きましたか。ハイサンドがグリンブルクに対して挙兵するというやつですか。おう、ノゼリア商会の耳にも入っていたのですね。本当なのですか。ロラン王はハイサンドと手を組んで王都を奪還し、断交宣言を撤回したばかり。普通ではありえないことですが、何かが起こっているのかもしれません。何かとは。それが分かれば苦労はない。
エスフロストが相当の門に兵を集めたことと関係があるのかも。おそらくはノゼリアの命運を決める戦いが迫っているのかもしれません。そして大きな戦争には大量の物資が必要になる。我々商人にとっては稼ぎ時でもあります。へへ、確かに。そう、ノゼリアの勢力図が大きく変わるなら新しい商売の好機。初回はこれまで通りハイサンドに着くのでしょうな。さあどうなることか。私はウォルフォート家の動向が鍵を握ると睨んでおります。ウォルフォート家は何しろ三つの国に大きく関わっている存在ですからね。当主セレノア殿がどんな判断を下すか、それを見極めて動くべきだろうな。相当の門に集いし、屈強なる我が同胞たちよ。円弧以外にも塩は存在した。それは岩塩という形でノゼリア新鉱山にあったのだ。だが残念ながら新鉱山はグリンブルクによって奪われてしまった。グリンブルクのウォルフォート家はハイサンドの七聖人でもある。早晩ハイサンドも岩塩の存在に気づくだろう。女神の教義を揺るがす事実に。その結果何が起こるか、賢明な諸君らには想像がつくはずだ。そう、ハイサンドはいかなる手段を用いてでも岩塩を独占しようと図る。グリンブルクを制圧し新鉱山を我が物にする。もちろんそれで終わりではない。奴らはここに来る。ノゼリアを完全に支配するために。今エスプロストは最も困難な時を迎えている。だが我々は女神の教えなどには屈しない。手にしている自由を誰にも私はしない。この相当の門にて敵を迎え撃つ。案ずるな。ハイサンドを撃つための新兵器大金砲が間もなく完成する。我らが黒金の魂を込めた大金砲は必ずや偽りの女神を砕く。剣を掲げよ、黒金の勇者たちよ。諸君らの名はエスプロストの守り人として歴史に刻まれるであろう。おー、エスプロス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 。大金砲は偽りを砕く。その通りだ、グスタドルフ。岩塩の存在はハイサンドの知るところとなった。七聖人らの動きは早く、ノゼリア新鉱山を制圧すべくエグスアム軍が進軍を開始する。一方グスタドルフは相当の門で兵たちを鼓舞し、来る決戦に向けて着々と体制を整えている。岩塩を抑えたグリンブルクはどう動くのか。三国が覇を競う戦いの趨勢はセレノアとロランの決断にかかっている。ロランはグリンブルク王として悩み抜いた末の結論を胸に抱き、セレノアらが待つウォルフォート城に向かった。さあメインストーリーを追っていきます。これはロラン様、
わざわざウォルフォートに来てくださったのですね。何？時間をくれと頼んだのは俺だからな。やっと腹が決まった。お聞かせくださいますか。今のノゼリアに最も必要なものは何か、ずっとそれを考えていた。思えば30年前の煙鉄大戦から争いの根本は何一つ変わっていない。己が利益を得るために他を蹴落とそうとするから争いが生まれる。争いによって真に困るのは誰だ。それは民衆です。そうだ、為政者の欲が民の暮らしばかりか命まで脅かしているのだ。しかし国を豊かにしなければ民は貧しさに苦しむでしょう。それは正しい。だが俺はこうも考える。勝者がいなければ敗者もいなくなる。この世に平等をもたらせばノゼリアは安定すると。平等をもたらす？ロラン様、まさかその手段とは。そう、ハイサンドの女神教だ。王を超えた女神という絶対的存在の下で皆が平等に暮らす。セレノは、俺は聖ハイサンド大教国こそが国のあるべき姿だと思う。故に俺はノゼリア新鉱山の岩塩をハイサンドに渡すと決めた。それではハイサンドがノゼリア全土を制することになります。それが俺の願いだ。結果、潮をめぐる争いはなくなり、今よりずっと穏やかで平等な世が訪れる。しかし完全な平等ではない。ローゼル族のような犠牲者は出るでしょう。分かっている。だがその数はわずかだ。ほとんどの民は平穏な暮らしを得られる。この世に完璧なものはない。少数の犠牲と大多数の幸せ、どちらを選ぶかと問われれば答えは一つだ。女神の支配を受け入れればグリンブルクの王位も奪われるはずです。構わん。民に安らぎを与えられるのなら俺や王家の誇りなど些細なことだ。そこまで覚悟されているのですね。セレノは、お前に頼みたい。ハイサンドのノゼリア統一に協力してくれ。それは即答できる問題でないことは分かっている。よく考えてみてほしい。ただこれはローゼル族を見捨てる道だ。フレデリカは決して俺を許さないだろうな。すまん、お前とフレデリカの仲を引き裂いてしまうかもしれない。だがそれでも俺は決めたのだ。グリンブルク国王を最後の仕事として。ロラン様、ずいぶん悩まれていましたね。無理もない。グリンブルク王国、いえノゼリアの未来がかかった選択ですから。セレノアは岩塩をどうするつもりですか。正直決めかねています。塩は全ての人に必要なもの。本来は皆で分かち合うべきだ。しかし、それはとても難しいでしょう。ハイサンドの縁故を見ればわかります。塩は争いの火種でもあるのです。このノゼリアでは、ローゼル族の伝承にある果てしない縁故、海というものがあれば争わずに済むのでしょうが。セレノア、岩塩を見つけて
はっきりと分かったことがあります。母が残した伝承は真実だということです。そしてもう一つは、ローゼル族を虐げている女神の教えは偽りであるですね。はい、女神教が言うような罪なんてなかった。なのにローゼル族は罪人として差別され、縁故に縛られ、重労働の果てに死んでいる。何世代にもわたって、数えきれないほどの人が。ハイサンドは、自らの支配を正当化するために、ローゼル族を生贄にしてきたのです。そう、それが女神教の正体だ。私たちは、岩塩を通して真実を知りました。私は今こそローゼル族を救い出す時なのだと思います。間もなく岩塩をめぐった大戦が起こるでしょう。それに乗じて縁故のローゼル族を放棄させれば、きっと皆を救い出すことができます。フレデリカの気持ちはわかる。だがそれは甘い考えなのはわかっています。ローゼル族の苦しみが多くの民にとって人ごとなのも、誰かの助けは期待できない。だから母は自ら放棄を起こし、そして失敗した。人ごととは思いません。我が領地にもローゼル族はいる。何よりフレデリカ、ローゼル族であるあなたは私の大切な人だ。ありがとう、セレノア。私にはそう言ってくれるあなたがいる。だから母の意志を、母が叶えられなかったことができると思うのです。ローゼル族の解放は不可能ではないと思います。しかし大きな危険を伴う賭けです。たとえ成功しても問題はその後だ。ハイサンドは我々を決して許すまい。はい。もしもの時はローゼル族と共にセントラリアを目指しましょう。あなたの母上が手記に書き残した伝承、ファルクス領の奥、ノゼリアの南端にあるノゼリア大河の果て、大幕府、さらにその南にあるというローゼル族の故郷を探すのです。それはあくまでも伝承で。ローゼル族の伝承は真実だった。探してみる価値はある。そんな理屈、ベネディクトは絶対に納得しないでしょうね。これまで築いてきたものを捨てる、辛く厳しい道ですから。それでも私はあなたと一緒に歩みたい。心からそう思います。セレノア様、岩塩の発見はノゼリアの歴史の転換点となりましょう。ウォルホートの名が歴史に残るかついえるか、こたびの選択にかかっています。岩塩をいかに扱うか、ベネディクト、お前はどう考える？ハイサンドにだけは渡してはなりません。ハイサンドが縁故に続いて岩塩まで手に入れれば、目論むのはノゼリアの支配です。女神の下での平等を謳い、岩塩のみならず領地も民も全て取り上げられるでしょう。私が七聖人であってもか？はい。彼らの言う平等とは、あらゆるものを女神、いや教皇が独占することですから。最終的には全てのノゼリアの民がローゼル族のように生殺与奪を握られるでしょう。だがグリンブルクも我々もエスフロストとの戦いで受けた傷が癒えていない。今逆らえば
ハイサンドに潰されるだけだろう。いいえ、勝算はあります。グリンブルクとエスフロストが手を組めばよいのです。エスフロストと正気か、ベネディクト。驚くほどのことではありません。エスフロストの目的はハイサンドの支配を崩すこと、そして今彼らは戦いのために岩塩を求めている。我らと利害は一致するというわけか。何よりエスフロストは以前からハイサンド攻略のための計画を進めていました。コーデリア様がおっしゃっていた大金法だな。そう、ハイサンドの首都を守る城壁、女神の盾を破るための兵器です。これを利用しない手はありません。ご決断いただければ、私が必ずエスフロストの協力を引き出します。なるほど、お前の意見は分かった。だがロラン様が何と言われるか、仇であるエスフロストとの和睦など認められまい。セレノア様、落ち着いて聞いていただきたい。どうした、急に改まって。果たしてロラン様はあなたの主にふさわしい方でしょうか。ベネディクト、なんということを。重大な決断の時だからこそ、非礼を承知で言わせていただきます。このまま一生誰かの進化に甘んじるおつもりですか。それ以上言うな、私はロラン様の友だ。いいえ、あなたはノゼリアに武名を轟かせるウォルホート家の当主だ。グリンブルクやハイサンドの番犬ではないのです。あなたがまず守るべきはこのウォルホートと我らの旗だ。違いますか。そしてあなたはただ旗を守るだけで終わる方ではない。その気にさえなればノゼリアの頂点をつかむことすらできるでしょう。お前は謀反を進めるのか。謀反ではありません。あなたにはお体に流れる血と王家の指輪がある。その剣は預かると言ったはずだ。はい、しかし決断の時が迫っていることをお忘れなく。もういい、発せ。セレノワ様、ご命令いただければ私はどんなことでもします。どうか賢明なご判断を下されますように。ウォルホート家のため、何よりあなた自身のために。ハイサンドがノゼリア新鉱山に向けて軍を発したというのは確かか。はい、間違いありません。岩塩の存在を知られてしまったのですね。元より隠し通せるものではありません。こうなることは時間の問題でした。エスフロストも総統の門に兵を集中しているようです。岩塩をめぐる戦はもう始まっている。我々も対応を急がねば。ロラン様、グリンブルク王国はどう動くのですか。俺は決めた。ノゼリア新鉱山の岩塩は聖ハイサンド大教国に譲り渡す。え？それだけではない。王国の領土と民も女神に献上し保護を請う。岩塩を使っても全ての民を幸せにすることは不可能だ。だから俺はより多くの民が平等で幸福に暮らせる道を選ぶことにした。そんな、この争いの原因はハイサンドの塩による支配が独占的だったからではありませんか。女神は平等なんかじゃない。
エンコのローゼル族を見て知っているはずです。その通り、ハイサンドに岩塩を渡せばオゼリアは女神の名のもとに支配される。何もかも教皇の意のままにされますぞ。国も王位も失うのは承知の上だが、民たちには平等な加護が与えられる。多くの民が今より安心で豊かな暮らしを得るはずだ。ローゼル族の犠牲の上にですか？そうだ。ロラン様、あなたがそんなことを言うなんて。私は反対です。ここはエスフロストと組んでハイサンドを撃つべきです。岩塩交渉を利用すればグスタドルフの協力を引き出すことができます。エスフロストと手を組めたと？できるものか！グスタドルフは俺の仇だ！やれぬはずはない。あなたは民のために国も王位も捨てるとおっしゃった。そうだよ。ならば市場など捨てて叱るべきだ。軽いだろ。言ってくれたな。お前に俺の苦悩の何がわかる！誰もが自分と国の都合でしか動かない。そうやってずっとローゼル族を見捨ててきたのですね。女神の教えを信じて、彼らが命を削って作る塩のために。でも岩塩が存在し、女神の教えが偽りだと分かった。それでもローゼル族を見殺しにするのですか？フレデリカ様、今はローゼル族の問題を話す時ではありません。いいえ、各国が混乱している今こそ彼らを救い出す絶好の機会です。ハイサンドが岩塩を握ればローゼル族を救う機会は永久に失われてしまう。真実を知っている我々が今動かなければ。我らは勝つために全力を尽くさねばならない。そのようなことに力を割く余裕はありません。そのようなこと、不合理という意味です。ローゼル族救出はあまりにも危険が大きすぎる。ヨシンバ成功したとしても、その後ハイサンドにどう対抗するおつもりですか？我々がローゼル族という弱みを抱えれば、エスフロストも強硬に出てくるだろうな。はい、その結果孤立し潰される可能性が高い。潰されずに済む方法はあります。一体どのような？ローゼル族と共にノゼリアから旅立ち、伝承にあるセントラリアを目指すのです。夢物語だ。ローゼル族の伝承は真実です。だとしてもオルホート領を捨てるなど言語道断、私は絶対に認めない。そこまでだ。三人とも落ち着いてくれ。それぞれの意見は確かに聞かせてもらった。どれも皆の信念をかけた決断なのだな。はい。今回ばかりは譲れません。俺もだ。わかった。しかし選べる道は一つだけだ。どの未来へ進むか決めなければならない。信念の天秤を持て。これは我々にとって最大の決断になるだろう。なるほど、仲間が離脱する可能性もあるか。これはむずいっすな。どうした？なんだ、死亡フラグか。
一人いる。見えない。何、ここで話すの？いや、頂点を掴んで全てを自由にすればいいね。もうすでに宿敵ではない。さあ、これで一通り話したってことですか。うわ、決断しなくちゃいけないね。まずはプレイヤーとしてはハイサンドに協力するはないですね。散々ハイサンドを旅して見てきた結果、あの国の決断に自分たちの運命を委ねるのはありえないとなると、ハイサンド打つべしですよね。どう打つか、ローゼル族を利用して打つか、エスフロストを利用して打つか。ここはやっぱりエスフロストですよね。利用して打った上で全ての G を手に入れた後でローゼル解放も十分可能ですけど、ローゼルの解放を優先した結果ね、エスフロストとハイサンドに囲まれたらどうしようもないですからね。ということで、ベネディクトの策ですね、これを念頭に置いて話をしていきたいと思います。それでは。セルノア、俺は決めたぞ。それは、そう、それに、なるほど。フレデリカは？セレノ。ですが。今じゃないよね。そう。エスフロスト上回ればいいんだから。決めました。杖が固い。ご当主様、ありえません。
決めねばなりません。私の意見は決まっております。そうですね、復讐よりも頂点を掴んで全てを解放するぐらいの気持ちでいきますかね。それじゃあ一人ずつ説得していきましょう。セレノア様、ですが、その場合しかし、まだ何かありそうか。わが。エラドールは？私は、この騒ぎが止まらないか。マジか。なんだろう。ローゼルがいるからな。ハイサンドは撃つべしだよ。お、支援の復讐にはもうこだわらない方がいいね、この段階では。しかしヒューエットは難しいか。私は、そうだよな、そうですか。ロランの動機は弱いよ。難しいですね。それでもロランについていきそうだね。ジーラは？セレノワ様。一番頭が良さそうだから。それに、
難しいっすな。その場合彼らは絶対に認めないよね。今回のストーリーで見た限りは嘘つきまくってるもんな。ですが、今後か、まあ勝ち目はあるよ。それに ここですかね。いやいやいや、厳しい選択にはなりましたね。行きましょう。どうなる？では投票を始めよう。ロランさん、最後の投票でしょうか。フレデリカ、ベネディクト、誰の意見を取るべきか。それぞれの信念を天秤に預けてくれ。賛同します。セレノア様のご意見に。あなたを信じましょう。若についていきます。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。光りましたね。道は定められた。我らはベネディクトの策に賛同し、エスフロストと手を組んでハイサンドを倒す。ここで終わりですわ。トライアングルストラテジー。